ブライアン・ジョゼフ・ビクスラーは、アメリカ合衆国オハイオ州、エリー・グンサンダスキー出身の元プロ野球選手。宇藤右内、東ミシガン大学在籍時の2002年、ミッド・アメリカン・カンファレンスのルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。2004年は59試合で打率。4538本塁打、47打点、出塁率。519オプス1.16931。 盗塁というハイレベルな数字を叩き出し、MAC のプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに輝くなど、アマチュア時代から注目を集める。2004年6月7日、MLB ドラフト2巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名を受け、6月30日契約成立の運びとなり、プロ入りを果たした。契約後、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、プロデビュー。 2006年は A 級リンチバーグヒルキャッツと AA 級アルトゥーナカーブの2球団合計で133試合打率302出塁率384オープス80624盗塁遊撃守備では26失策を犯したものの6月27日はカロライナリーグのミッドシーズンオールスターに8月31日は 同リーグのポストシーズンオールスターに出場。シーズン終了後、チーム内の有望株リストで7位にランクされた。2007年は、トリプル A 級インディアナポリスインディアンスにステップアップし、129試合打率、274出塁率、368.28盗塁。7月11日は、インターナショナルリーグのミッドシーズンオールスターに、 8月28日は、同リーグのポストシーズンオールスターに出場したほか、ベースボールアメリカ史のトリプル a 級オールスター、チームにも選ばれた。また、11月に、台湾で開催された第37回アイブフ、ワールドカップでは、アメリカナショナルチームに選抜され、金メダル獲得に、貢献後を支給。シーズン終了後、チーム内の有望株リストで8位にランクされ、 ベストインフィールドアームに挙げられた。2008年4月6日に、声優劇種のジャック・ウィルソンがふくらはぎ負傷により、故障者リスト入りしたため、入れ替わる形でメジャー初昇格を果たす。同日、フロリダ・マーリンズ戦の9回表に、大打起用され、空振り三振に倒れた。2009年も、メジャーリーグで18試合に出場。2年連続で打点、盗塁をマークした。 2010年1月8日にヘススブリトーとのトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍したアンダーソン・ヘルナンデスが40人枠に名を連ねたため開幕からトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで64試合に出場した2010年7月12日に金銭トレードでフルス・パイレーツへ移籍した8月17日に 再び金銭トレードでワシントンナショナルズに移籍した。トリプル a 級シラキュースチーフスでプレーした。2011年4月22日にナショナルズと再契約し、この年は2年ぶりにメジャーに復帰した。2011年11月3日にウェーバー工事を経てヒューストンアストロズへ移籍した。2012年10月4日に FA となった。 2012年11月16日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2013年11月5日に FA となった。2014年2月4日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだが4月10日に放出された。2014年4月25日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。